どうも先生、ご無沙汰しております。しばらく久しぶりだね。なんか杖コナン持って足悪いんですか。もう右足が、はい、もう痺れが止まらなくて。もう先生80ですもんね。だんだん早いですね。いやそんな、まあ、20年くらい生きてるでしょ。20年くらい、まあ、健康体調面では右足ですか。右足がもう四六時中、はい、起きてる間ずっと痺れてる。眠ってる時だけ忘れるんですか。永久に眠らない。永久に眠ってる。まあ、健康の話ばっかりなんですけど、現役辞めてたらね、先生30何歳くらいでラグビーの経験あるんですか。30歳か2ですか。で今80なんですけど、振り返ると、まあ、現役時代は今いろいろあると思うんですけど、現役辞めてから80まで最高のコンディションというか、心身ともに健康やったなと思う年は何歳ぐらいの時ですか。もう直後ですか。趣味に行った時の、ああの時代ですか。やっぱりエネルギーしちゃったね。もうみんなと一緒に走ってましたもんね。走ってた頃、ラグビーの試合もしてましたからね。いや、やっぱその時代なんやろな。それはまあ40まで今のラグビー選手も現役までいけますもんね。今のラグビーっていうのは非常に、プロ化に移行して、こうほんまにこうやりやすいように科学的にってこうなってますけど、当時のジャパンなんかそんななかったですもんね。もうあのフォワードボールって突っ込んでいって、そればっかりやから、もうとにかく速い球だし、とにかくもう、はい、とにかく速く展開しようと、はい、お兄さんの展開、接近展開連続だったっけ、なんかですね、有名な、はい、今もあの何フレーズもある、はい、あれはもっと早く出せないよね、もう思いますか。やっぱりもっと早い展開した方が、うん、見てる方も面白いですもんね。も面白ないし、ラグビーじゃないみたいね。だから一時のそのリーグラグビーとかね、13人の向こうでプロラグビーがあったんですけど、そうゲインして、ね、マイボールであり続けられますもんね、あれ。そうやね、僕やっぱオールドファンとか僕らの時代ちょっとやっぱり全然こうルールが変わってちょっとちゃいますもんね。ラグビーじゃないみたい でしょ。で先生の時代は退場したら入れなかったでしょ。まだ入れなかった。もう10もうグラウンドで、はい、もう入ったら15人ですもんね。補欠もなかった、ね、交代で8人変われるんですもん ね、怪我戦でも。やっぱり楽なんは楽なんだよね。一応80分間走れなあかん、こう身体能力なかったらダメでしたもんね。頭打ったりした時にもう、はい、そんなもんどこ行ってはってわかる。脳震盪で今やったら偉い話で、そんな言うた瞬間に、はい、すごいな。偉い時代でもやっぱトゥーマッチケア顔保護すぎるんで今ラグビーは。そうですね、スローで見たらみんなこう行きますもんね、滑って。うわそれね、頭だってこんなん当たりますわね。故意にやってへんのにね。あれでいっぱい退場でかわいいですね。ですね。ほんでなんか退場しても、まあそれはグッとくんねんけど、まあ何試合我慢したら出れんのちゃうかなみたいな、もう退場が当たり前なような感じにも映りますよね。まあまあまあアンラッキーやったなみたいなんで、ほんまに好意でやっとったらあかんのかもしれませんけど、やっぱりそんなラグビーとかやっぱちょっとこう変わってきてるんですね。お前らとっくにもう25年ぐらい試合必要なんでですね。もう除名されてるな。もうそんなことないんですけど。